パーゴは、アメリカ海軍のスタージョン急限主力潜水艦の8番艦。艦名は、西インド諸島に生息するパーゴにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦52番艦以来2隻目。パーゴの建造は1963年3月26日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミクス、エレクトリックボート社に発注され、 1964年6月3日に寄港した。1966年9月17日にジェームズ・エル・ホロウェイ・ジュニア夫人によって命名浸水し、1968年1月5日にスティーブ・ウェイ・ホワイト艦長の指揮下収益する。パーゴは第二潜水艦開発部隊に配属され、コネチカット州ニューロンドンを母校とする。 超音光味及びグロトンでの大焼け、試みご有用性検査の後、1968年5月27日から6月7日まで、スコーピオンの捜索に参加し、その後はカリブ海及びニューロンドン沖で様々な試験を行った。パーゴは1995年4月14日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで、 原子力艦再利用プログラムの下1994年10月1日に解体作業が始まり、1996年10月15日に廃棄が完了した。ありがとうございます。